ファンネルがお送りするクラッシュバンディク4とんでもマルチバース続きをやっていきます。すいません、タイトルの方がねちょっと長いので、じゃあこれですね、クラッシュスマッシュ、ステージの続きからやっていきたい、ステージの続きというかここからやっていきたいと思います。今回クラッシュです。ステージをプレイ。今回ね N 陣までいければいいけど、1ステージだからまあ7分ぐらいで突破できれば7321で、ボスステージでまあ10分かかるのかな、わかんないけど行ってみましょう。また新しいのなんかあるな、あれビデオテープっぽくも見えるけど、もう今の若い子たちは知らないビデオテープね。あ、本当だ、記憶のかけらのテープだ。見逃すぞ、この歯車は。あーやべ、火出てんな。よいしょ、開く開く。ドン、気をつけていきます。右になんかあります。ドン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 。これ箱の上でさあ、しまった。箱にさ乗ることってできないよね、あのジャンプしないで。要は箱の上でなんかハイジャンプみたいなのしたいんだけど、バツジャンプだもんね、これ普通のジャンプより高いんだもんね。よしよいしょよいしょよいしょ。あの火に気をつけていくだけならいけなくもないが、よいしょ、危な気をつけていくだけならなんともないみたいな。あいつやべえの持ってんな。これは踏めばいいか。よし、踏めばいいって簡単に言うけど、軸ずらされたらちょっとやばいからな。TNT、 よいしょ。これ後ろ向いた時か。あいつなんだ、あいつなんか火使ってきそう。よいしょ、まずは先に倒してね。右なんかあります。あ、箱あったわ、なんかまだあるわ、上にもある。ちょっと見えないのやばいねこれまあとりあえずブンブンやってれば大丈夫でしょう。で R2 であれだっけ、あ違う L2 か、箱の数とかね。この上は多分こっからジャンプでいけるでしょ。あ TNT ある。あ踏んじゃった、ちょっと逃げとくね。よしで持って、あっちん、アクアクが、ここでアクアクをやられるとは思わなんだな。どっかで多分アクアク3つあれば無敵になれて、無敵になっていかないといけないとこがあったんじゃねえかなと思うんだけど、考えすぎでやってくれ。入場無料、これ右もあるな。なちょっとやめろ、なんかやってくるのかと思ったわ今。あちゃちゃちゃんと距離感が、あちょっと喉がやられてる失礼、よいしょ、あじゃああの TNT はここはなんで1個だけしか落ちないとかじゃねえんだ。あ大丈夫だ、何が起きたんだ。よいしょ TNT で、こいつ危ない危ない危ない、よいしょテイやって、でここが箱何個かあるんだな。あこれだけか。であいつがちょっと未知数、なんなのこいつ。よいしょでハイジャンプして、うーギリギリ、よいしょ、まあ、これは TNT に任しとこう。あでも TNT で箱破壊するとあれか、リンゴが取れねえのか、もしかして。よっ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 と行きます。あっちいやーこれ絶妙なタイミングで判定残ってんな。これでもう今デス数3なんで、多分デス数3のあのなんだっけ、ダイヤ取得のやつはできませんね、もう。よっとはいえよ、あまずはゴール目指さないと、1回目だからね。もう1個なんか箱踏んだアクションあったね。
で、ここのやつはよくわからないから、よっ、まあでも火を使った攻撃だろうな。よいしょ。で、これでこうやればいいんだね。よし。あ、ちょちょちょ、火がボッて出て避けていきますよ。で、ここはこれで2段ジャンプでちょっと時間稼いで、よし。で、これこっち2段ジャンプね。よいしょ。他に手前ねえよな。で、右にジャンプしてチェックポイントね。あー、レールがあるな。あ、これ手前のはなんかカラーダイヤかなんか取れないと足場できないんだと思うんだ。よいしょ。とう、これ下、上、あ、右、あ、遅かった、右、あ、じゃあ左ちょっと逃したな。下にもなんか箱あったね。これいけんのかな。ふっ、おーチェックボックスが、よいしょ。で、ジャンプして、あー、下か、危ない危ない。で、上に上がってすぐ右、あ、ジャンプ、あー、しまった。なんか今上にも箱あったんだよね。ここ難易度高いかも。ジャンプして下に行って上がって右行ってジャンプして頭ぶつけないようにして、よし。で、チェックポイント壊しとこうね。で、ヤドカリさんがいる。これは入れるよね、多分。うっ、よし。え、どうやって戻んのこれ。え、これ待って、どうやって戻んのふっ、いや、これ戻れねえだろ。何のびっくりマークなのこれああ、これもしかしてさ、ぶら下がってる段階でやらないとダメなのかもな。ニトロ、怖い。うわ、あ、これってもしかして、え、あれだけで、よっ、あいつ弱すぎだろ。クラッシュの、まあ、スピンアタックが強いって考えた方がいいのかな。よっ、よっ一撃っていうのがいいね。意外とこういうやつだって 2回ぐらい、よいしょ。先手必勝だな。危ない、当たっちゃうけど、これちょっとまずいね。動きが遅いから、よいしょ、こっち行って、よいしょ、OK で、よいしょ。この1段目はいいんだけど、危ね、よいしょ。これ真ん中いけっかな。あ、いけた、怖い。よし。で、あっち側行って、こいつがやばい。こいつがやばい。よいしょ。で、ボーナスステージ。いや、すでにこのステージ10分ぐらい経過してますけど。無理じゃん。あー、これあれか、びっくりマーク踏まないと箱出ないんだ。あらららら、だな、これ。これ難しいよ。待って、とりあえず一回こっち壊しちゃおう。あ、これ壊しちゃうとあれか。ふっ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 、よっ、よし、 OK。 で、これもなかなか厳しいもんがあるな。うっ、うっ、うっ、何回で壊れんだこれ。あ、やべ、ちょっと怖いからできねえな。よし、 OK。TNT か。よし、 OK。 どうしよう、いや、逃げなきゃ。これなんか上行けそうな気がしない。
挟まったら終わるけどね。ふっふっ、あ、なんか上にあったわオッケー、これ押してもしかして戻ると鳴ってるとかかな。まあいいや、これはまた別だろう。箱全部壊しがもう難しくなってきてるよし、うわ、チェックポイントもねえのにこんな足場やめてくれよ。よいしょ、あー2体いるねー、よっ、よし、オッケー、あ、また TNT、 あれ鉄の箱の上にいればなんとかなんのかな。ふっ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 、やっぱ上にあったね。ふっ、もうないか。でこれ箱なんだけど、ふっふっ、 TNT 先手必勝でチェックポイントね。あー危ねあんなトラップあるかよ。でこれで足場ができるやつ、足場ができるやつ、あ、危ねー、あーこれは難しいね。ちょっと待ってね、消しといて、よいしょ。で左はこれは上に行ってと、こうね。とりあえず上、炎が消えてから行って、よいしょ。で、これは、OK。で、これなんだ？下に何があるんだ？よいしょ。なんかいるっぽいけど、あ、下でボール遊びしてんのか、もしかして。いや、怖くて見に行けねえよ。オッケー、でチェックポイント通って、これそのまま降りて大丈夫か、それとも上になんかあんだけどこれ取れないよね。あー、やべ、やっちまったボタン早く押しすぎたわ。ちょっと待ってね、上のやつあれどうやって取るんだろう。まあいいや、とりあえず降りて降りて、上、あっちから行けんのかな。いや、怖っ、あデス数とんでもねえわ。よいしょ、よし、降りて降りて、ここで、よし、オッケー、でジャンプ、あっち行けると思う。待ってね、ふっふっ、無理だダッシュジャンプっていう概念ないもんね。よいしょ、よし、もうあとゴール目指すよこれはねちょっと厳しすぎる。よいしょ、 OK で、うっうっ、とりあえずここで、危ねえ、ここも引いてんのかい。でニトロ壊しか、よし、 OK。いやーきついぜこれ、ビデオコレクター。まあこんなものかな、記憶のかけらのテープっていうのがよくわかんないけど、続けます。とりあえず3ステージ、いやーいけねえかな、こっからどんどん難しくなる。追っかけっこステージが途中で入ってくればちょっとわかんないけど、でもあれ最後のとこがもう NG なのかな。おっと、なんだ、90年代に時間を巻き戻そう、記憶のかけらのテープを再生するとネオコルテックスの実験室でクラッシュとココのトレーニングが遊べるよ。やったね。え、ちょっと一回見てみるか。一つステージをプレイ。これやってると今回多分あのコルテックスまでいかねえな。コルテックスじゃねえ、 NG。 昔のステージかこれ。試験1回目、すげえ、この画面、あーコルテックスの実験、そういうことか。なんか昔やったような扱いに。そうだ、箱はもともと壊すつもりだったのだ。頑丈なバリアのつもりで置いたのではない。おお怖いテストは計画し直す。よし
テストは計画し直す。これ上から行った方がいいんだよね。多分待ってね。上を先に壊して。パズル要素あるね。これもおっと。よし、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 よし。これ何回だ ?4 回。あ、ダメだ。ちょ、やっちまったな。あー丸ボタン押しちゃった。これだってさ、100個も箱あるってめっちゃステージ長そうなんだけど。よいしょ、よいしょ、よよよよ、あっ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 、怖い。よよよよた、あー間に合った。二段ジャンプ様様。よいしょ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 。タイミングよくバツ押さないと高いジャンプにならない。これ5回ぐらい踏むのか。1、2、3、4、5。よし、5回だ。ちょ待ってね。フッフッ、1、2、3。あ、ここやばい。上行けない。あ、オッケー。よよよ、 TNT。 よいしょ、チェックポイント。いやー、きつい。まだ生きてるのか。よっ面白い。よっ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 とと、あ、これ残しといた方が良かったのか。待ってね。あ、でもどの道踏まないといけないよ。よ、1回2回3回4回5回。ふっふっと、とこれ怖い。これが怖い。ちょっとっとっと、無理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 。あ、いけっかな。ふんふん、無理まあ、でも全部いけるなら壊していきたいよね。よっよっよっ、あこれは集中力切れたらおしまいですよ。よいしょよいしょ、うっていっていっ、焦って前行かなきゃいいんだな。よいしょ、1、2、3、4、ていていていで、で、で、1、2、3、4、5。よいしょ、これ怖い。ちょっとミスった、ミスったよ。わしの実験が、あの連続箱地帯やばいな。慣れるも、あ、でもこれデス数は関係ねえのか、ここは。あ、でもなんか時間が過ぎてんな、右側。よいしょ、よよよよよ、1、2、3、4、5。あ、おっ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 、恐ろせ。えっえっ、これはどうすればよろしいんでありますか。あとでやる。いけるか。あ、いけないもんね。あ、これだってさ、いやー今んとこどうすんだろう。あぶねよいしょ、実験も失敗しますよそりゃ。よいしょ、よっよっよっ、あ、そうだ、上。よいしょよいしょ、1、2、3、4、5。よっ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 、あ、じゃあじゃあいやー結構運が絡んでくんな私、あそこ連続箱地帯。よいしょよいしょよっ、なんか安定していけるコツあるんかな。よいしょ、よしよし、1、2、3、4、5。よいしょ、はいはいはい、あ、ミスった。うっ、上行く、上行っちゃおう。これ上行っちゃえば楽だな。よいしょ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 、ふんふんふん。ここだね。ちょっとわかんねえのは、戻る気持ちで行った方がいいのかもしんねえな。よいしょ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 、いっていって、ふう、あれ完了。完了。やった、バンディ行くよ。
記憶のかけらクリア。うわー、これ超むずいな。ちょっと動画内でやりたくないレベルになってんな。これ最初だから多分まだあれで済んでるけど。じゃあ次のステージ行きましょう。疲れたー多分次のステージで30分になっちゃうから、ボス次の動画になるかも。ごめんね、その場合。じゃあココに変えてステージをプレイ。とにかく進め。まあ言って後半になってくにつれてまた難しいギミック、まあギミック自体はそんな増えないのかな。いやらしい配置ってやつが増えてくるのかもしれないな。でもさっきのさ、記憶のかけらほどの配置ってなかなか、なんだこれ、ジェットコースターみたいじゃなかった？そういうわけじゃねえのかな。とりあえず進んでいきましょう。地下2メートル？よいしょ。ちょっと待ってね。おっと、これは上に行きまして TNT。 よいしょ。あいつがわかんねえんだよな。いいよ、スライディング。よいしょ。火が出て、あいつ上からアタックしちゃったらちょっと危ないよね。よし、ジャンプジャンプ。これは上だけど、ポン。あら、あ、待って、いやこれはでーあれ、なんか軸ずれてた、さっき。結構軸もあんのかな。あった、もう、あーあ、あっ、って言って2マスぐらいだな。よいしょ。ういっ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 。ジャンプで越した方が楽は楽だけど、あぶね、火だ。で火だけど、こいつの上行くと多分熱いから、これで軸ずらされてたのか、もしかして。よっ、よいしょ。ちょっと待ってね。とっ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 と、オッケー。で下はいいのかい、これ、この草刈り野郎。危ない、車に跳ねられない限りは、ね、車に跳ねられない限り、なんかあるな。よし、チェックポイント。鉄球ポイントがありまして、よっ、オッケー。よっ、待ってね。おう、これ何、火が出る箱とかあったっけか。よいしょよいしょ。タイヤタイヤ。あ、これビデオテープ、あれ、ビデオテープが透明になってんな。何かやらないと取れない。これは踏んでおこう。大丈夫そうだね。それにしても全然アクアク出ないね。よし、じゃあボーナスステージ。はい、ボーナスステージ。だいたいこれが5回で壊れることは分かったから。あ、ニトロじゃん。これ踏んじゃダメじゃね。ふっふっ、いった。よし、 OK。 これスライディング？いや、そんなわけねえな。スライディング、怖っ。え、これってさ、とうとうで、ふっ、よっ、いった。黄金のリンゴは欲しいもんね。 2個リンゴを逃したが、よし、 TNT。 これ離れてよ、危なやったぜ。いや、ノーミスでクリアできるわけはねえけどな。またいるなあ。れ、箱一回無視して、危ない、よいしょ。で壊して、壊して、ちょっと失礼ちょっと喉がおかしくなってきてるね。飛んで、アクアクがあるな。あ、おアクアク一気に消費したわ。
あんまり近すぎるともしかしたら箱2個壊しちゃうのかもしれないな。やった、チェックポイント。赤く残ってて欲しかったけどな。すごすぎて心臓が止まってしまうかもしれぬ。よいしょ、よ、危ねえ。これ何、ちょ落ちんのかい。あれは上に行くし。で待って、あーこれ間に合わない。あー危ねえ、そういう仕掛けあり。危ねえ、アクアクがやられた。しかしアクアクがやられても別にいいのだよ。危ねえ、こっからまたこれか。火を吹いて、待ってね、これはよっ、危ねえ、よっ、ニトロ。え、これジャンプは壊れないよね。ああそうだ待って、あーあれ普通に壊せんのか。あやべ、ちょっと離れて、ちょ、よし、よいしょ。で火がボーって出るけど一回待って、よいしょ、よいしょ。でこれでいいんだよね。でこれだけ破壊した方がいいのかな。よし、 OK。 で登って、ちょ危なくねえかこれ。あー焼けちゃうエレベーターそんな上まで行ってたの。よいしょ、と、なんとなくやり方は分かったけど、よっ、よっ、と、と、あちょっとジャンプ足りない、危ない、あニトロ。よいしょ、あしまった、しまった、大丈夫かな。よいしょ、ジャンプして取って、よいしょ、よいしょ。ちゃんとジャンプできたのを確認して、よいしょ。でふうふう、超怖い、ふう。でここはまあここで待ってればいいんだな。であの TNT が色で保護色みたいになってるけど、よっ、だから TNT 踏んで、あこれやばくねえか、あっちあそうだ、ジャンプしまった。左側行ってもしょうがねえしな、やばい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 。よいしょ、よいしょ。だんだんと慣れてはく、ああジャンプしすぎた。あちょっと待って、 TNT を踏んで、めっちゃ死んでんな。よいしょ、いきますよ、ふっふっ、ジャンプ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 、押すで壊す壊すで、ちょい待ち、ここは焦ったら負けね。で上行くんだけど、上の火だな、上の火のタイミング難しいな。あれどうやって回避すればいいんだろうな。よいしょ、踏んで、あギリギリ避けれんのか。かといってあれ左行けねえよな、こっから。うん、今の技術だといけないと思うからちょっと無視しよう。それかチェックポイントを押しちゃって、あでも上あるな。え？足場ちなみにどこまで来るこれ。あでもここまでだよな、いけないよねこれ、ちょうど。えどうやって行くんだろう。こっちから待ってね、ふっ、よっ、あ無理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 、何か方法あるはずなんだけど
ちょっとごめん、わかんねえわ。よいしょ、ちょっと火ずっと続いてんのかい。よいしょ。まあでもチェックポイント入ったから、あっちー、待って、あー、これこうやって消していくのか。あ、怖い。あ、これ大丈夫だ。よいしょ。で、スライディングだね。スライディング。火が出てきた。これぐらいのトラップには引っかからんな。で、これはジャンプして。お？あ、ドーン。これは多分ね、おっと、なんか怖いのが今下に。と。あっちいやー、気抜いてたな。よいしょ。あ、じゃあ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 。まいったまいった。行くぜ。気抜くな。あ、気抜くなよ。集中力が途切れている。よし。オッケー。これで。あ、うっほっほっほ。オッケー。崩してスライディンして、これちょっと待って、いけるんだけどね、多分シュッていけば。で、ここはテイヤーでよっ。で、これ火注意ね、避ける方にばっかり集中したらダメよ。これむずくねえか。火が出終わってから、よいしょ。ヤドカリにやられるわけにはいかない待って絶妙な配置。ヤドカリ注視してるところでやべえ、銃です、当たり前になってきてる。これはいかんよ、これいかんよ。よくないよくないよくない流れ。よいしょ。まあ慣れていくよ。これ先行っちゃおう、危ねえ。よし、こうやってだんだんせっかちになってくんだよね、やられていくと。そこでもやられるっていうね、このなかなか難しいところ。よいしょ。火が出て、この電気棒は逆側の時に行かないとちょっとやばいんで、いける。よし、降りて、ヤドカリごと落とす。よし、 OK。チェックポイント入ってくれ。ゴールかこれ。なんだ、え、なにこれ、始めろ。これ何、このボール。ああ、ちょっとハムスターみたいになってる。リンゴジャンプ。これなんかあんの他に。あ、水のとこは飛び越さないとダメかな、これ。あぶねえ、リンゴが目印になってくれて箱壊せない。やばい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 。あー、おー、ジャンプしちゃうジャンプしちゃうジャンプしちゃう。じゃん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 。これはいけんのか、ちょっと待って、無理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 。これまずゴール優先。いや、きつ、なんか出てきた。なにこれ、これ何？あ、なんか出てきたよ。何このおもちゃ。お？あ、コントローラー持てんのかいこれ。なんだこれ。あ、ちょっと、あのラジコン何だったんだろう。ふっ、ちょっと待って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 、水場は飛び越えた方がいいんだ。これは別に落ちるとかはねえんだな。お、上行った。よし、急げ急げ。あ、これ無理かも。あ、ダメだ。うー、どうやって、あ、だだ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 。で、11個か残り。あクリア。
オッケー。とりあえずクリアしたので一回待ってね、戻る。あ、でもいいのか、続けるをやるとステージ選択画面だもんね。どうしようかな、時間やるか。次のステージが普通のステージか、もうボスステージかによるんだけどね。 N 人がいるから、 N 人もうボスだような気はするんだけどな。え、危険なライブ会場、じゃあクラッシュに変えときましょうか。よし、 OK、 やっていこうぜ。ライブ会場だからボスっぽい。多分広いステージで、おお出た。よくぞたどり着いたな、バカなバンディ君。その空っぽの頭で拙者と一緒にロックンロール。ロックンロール、イエーイ。これは敵のドラム攻撃を避けんのかな。ちょっと待ってね、ね、これわかんない。熱っ。何、まずあの会場まで行くことが目的かな。あ、そういうことか。第一形態じゃないけど、あれを破壊して、これはあくまでね前哨戦ね。 OK で登って、あんな前哨戦でやられたわ。なんか時間がある、時間が。そういうことか、残り時間があるのか。で、これ何？避けて、音ゲーかい？あ、危ねえ。ジャンプで避けて、スライディングで避けて、こういうこと。あー、でも面白いね。よいしょ。2箇所あるけどな、でも、あ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。集中力切れるとやられるやつ。次来るよ。あ、来ない。早く来てよ。よいしょ。オッケー。で、また急いで上に行って。これ、ノーミスきつくねえかな。よいしょ。で、急がないといけないんだな。よいしょ。よいしょ。いいひー、早くなってるよ、これ。ちょ、待って、じゃ、あ、これでも、途中からだ。ありがてえ。下手に二段ジャンプ使うと取り返しがつかなくなりますね。お、来るよ。よいしょ。ジャンプ、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 スライディング、ジャンプ、ジャンプ、スライディングで左に避けて、ジャンプ、アタック。よし、壊れた。3回ぶつけりゃいいんだね。行くぜ。動いてんな。よっよっ、早く早くして。よいしょ。おらよっと。お、激しく行くぞ。なんかあっちにいるわ、待ってね。あ、これそういうこと。待って。一見簡単なように見えて難しいパターンなんですかね。まあでもいる位置固定ならば。あれ、出てこない。出てきた。よいしょ。もう一機、もう一機って言ってた。来ました。あれを叩いて、壊れたよ。ちょっと3デス以内に抑えられなかったけど、うっそ、これマジで。この状態で急いでいかないとダメ。あ、うー、いやー、やっちまったな今のは。よいしょ、 OK。 ここ自体はそんな難しいもんじゃないんだけど、ちょっと待ってね。よいしょ、よいしょ、 OK。 さあまた攻めていきましょう。いや、さっきのところで負けたのはちょっとダサかったな。あれ、いけっかな、奥行き。よいしょ。で、乗って、ここに乗って、よし、行くぞ。で、これに乗って、よし、間に合えよ。残り5秒。
間に合うか、間に合え、エイヤードラムの餌食。あれ、あれだね、アクアクっぽいのがいますね、これ救出しないといけなかったやつ。いやでもすごいロボットでしたよ。お、時空が塞がるかな。赤の？おっと、まだステージあんのかな。なんか赤のっていうやつ行っちゃったけど、でも一応 N 陣からは解放されたよね。あー、なんか次のエリア飛んでったな本当にこれ。あ、待てよ、そういうことか。これ今 N 陣のステージっぽかったけど、じゃあ今度はここ次のボスがいるわけじゃなくて、今度はあの赤野っていうやつを助けるエリアだね、ここ。はあ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 、そういうことか、わかりました。はい、ではじゃあ今回以上にしたいと思います。次回ね、ここ3つのステージかやれると思うんで、全部ね、はい、やっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。